こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルトビターを始めていきたいと思います。なんだ、エルドラド欧州戦、結果がですね、これがあの WBC じゃない、何を言ってるんだ、ジャパンカップの決勝戦になります。その前に練習試合やりたいと思います。2位の筑波田川、まあ勝ち癖をつけておかないといけないですからね。後ろと怪我されると困るんで、それにしてもですね、気になるのはくるみのスランプですよね。これが結構長く続いてんで、結構気になります。特訓させてもいいのかな？くるみを。メンタル系の、おーっと、やってしまいました。イエローカードです。アマミ。さあ、サツキカユーナ、一気に攻勢と思いきや、謎のバックパス。これ、レイテ戦沖の、反転、謎の反転に近いとこがある。ピンチだ。板垣、すごい。が、そのジャネットもすごいですね。やります。攻めあぐねてる感じがありますよ。インターセプトされてしまった。さあ、この後1位が一気に攻められて、もうゴール前、先取点を奪われてしまいます。完全に裏かかれてるですね、状態ですよね。さあ、これキラリーだ。なんかアウトレーンじゃないの。アッカーに渡ってしまうが、うまくインターセプトできてるシーンが多いですよね。アッカーを超えた。ちょっと厳しいか、これは。このセンタリングはさあ、逆サイドへ。うまい、クラリス。ファールですね、これは。さあ、チャンスです。ジャネットが蹴ります。キーパー横っ飛び。おっと、これはやばいぞ。ちょっと中野に渡ってしまった。リオが取った。危なかった。さあ、残り時間もほとんどなくなってきました。攻めあぐれたままです。さあ、最後でしょう。抜けた。試合終了です。シュートを勝つから全然違いますよね。このメンバーでは能力差がまだまだあるってことですよね。
さあ、いよいよ本番です。はい、先生、ここくるみに着付けづく武士ってことで特訓を与えます。猛烈ミドル特訓。これで、決勝戦に挑みたいと思います。エルガード王将の能力見てみましょう。ちょっと不思議なんですよね。まあ確かに S はいくつかあるものの、上位クラスではない。まあ順位も中の上っていう感じですからね。今年も5位で勝てないし、そんな毎年能力が変わるチームじゃないってことで、まあ、きっちり全力を出し尽くして、本当ですね、カップを捧げたいと思います。応援してください。もうベストのスタメンで勝負ですね。ここはサヨを変えます。すごいな、なんかリオの方が強いな。守備をどうするか。守備がね、まだね、そんなに強くないんですね。守備はまあこのままでいいでしょう。キーパーも夏木のままで、いきます。これで、運命をかけたいと思います。これ、オコネル弱すぎないか？マークせずやってみましょう。さあ、いよいよ決勝戦、トップオブ N スタジアムで行われますね。なんとかゴールに結びつけたい。後で響いてきますからね。しっかりボールをキープすることを中心にいってもらいたい。相手を疲れさせるってことが大事です。さっと、これは届かないですね。こちらボールのスローインです。ミオ気にせずにいった。今度は相手の攻めです。ちょっと真ん中が空くのが気になりますね。さあ、縦パスだが、これはキューラーに捉えてしまった。ファルです。あ、やばい。おー、窓かクリア。くるみ渡った。さ、くるみ決めてほしいが、まだスランプは続いてるのか。緑へ。危なかった今の、鉄板なんですよね、守備がね。おっと、ノーホイッスル。これは出るぞ。出しました。こちらボールのスローインです。押してる感じはあるんですけどね、いくつか危ないし。おっと、この一瞬の隙が怖い。お、守備が守ってくれました。大激戦。さあ、クルミ渡って1対1。また決められない。どうしたんだクルミ。こういうことも考えないといけないですよね、この状態になると。クルミを
前半終了ですね。ふみがちょっと疲れてますね。フォアハンダーの仕事はやっぱり中盤を強化した方がいい。さっきこれ変えましょう。見ようかな。守備をどうするかっていうのもありますよね。まあでもここはまだ様子を見ながら、ゲージ1になったところで変えていきたいと思います。後半戦です。ちなみに相手もやっぱり疲れてますね。ここの試合交代の試合じゃない、選手交代のタイミングがポイントです。さあ、くるみに渡った。おっと、入った。先取点加えていきました。さあ、まどかからこれ左右に渡ってくるみ、ちょっと力はないんですが、そのキーパーの上を越えていきました。なんか守備に当たったんじゃないかな。さあ、51分で2点目です。さあ、どうするか。あえてここはエリカに変えてやっていきたいと思います。本当は守備変えたいんですけどね。守備固めをしたいですよね。さあ、緑、これは取られてしまいました。さあ、これ守備を変えないといけません。見ようかな。これで交代枠使い切りですね。おっと、ちょっと危ないぞ。最後、うまい。さあ、くるみにチェンジ。さあ、ここでまどかだ。キーパーが直接出てきました。こちらボールをスローインです。さあ、ここで選手交代となります。まどかがスローイン。おっと、緑が待っていたものの、おっと、結構奈々子痛がっている。その奈々子が縦へ慌てて戻ります。さあ、相手も当然パワープレー仕掛けてくるでしょうからね。エリカを抜けられた。危ない。ゴールキックですね、こちら。残り15分。幸子から緑に渡ってセンタリングの夏カード。最後、さあ、エリカ、キーパー横っ飛び。残り10分。ヤズバーズがなかなか硬いです、このシーンは。さあ、気をつけろ。さあ、同点に追いつかれてしまった。一瞬守備が右サイドの方に注意が行ってしまった隙に、左に蹴られてオコネルに蹴られてしまいました。同点です。さあ、残り5分。最後だいぶ疲れてます。さあ、緑か。おっと、センタリングだ。ちょっとこれは痛いすぎた。アディショナルタイム1分です。これ PK 戦もつれ込むこと濃厚でしたよね。さあ、どうするか。1番目やっぱり緑ですよね。夏木が自身で蹴りに行きましょう。そうか、これゴール上に残っている人で蹴るんだ。ちょっとあんまりいい選手が残ってないのは気になりますね。こ
こんな感じかな。ここを選びましょう。さあ、まずミナンコです。このスタミナ関係あるのかな。あー、裏をかかれました。ルダオ王子に先制されてしまいます。さあ、こちらは緑、これは決めました。1対1。でも2年前と同じキーパー戦ですよ。キューラすごいな。このボールは止めたら大きいが、さあ甘くなかった。さあ夏木が直接キーパーで蹴ります。入った。さあ1本止めてほしいとこだが、これも裏をかかれてます。さあ7個、スタミナないです。決めました。確率ですね。リード。さあこの辺で止めたいが、止めた、やりました。さあ窓か、これで決めたら大きく前進です。決めた、わずかに横をすり抜けていきました。さあこの宮田を止めたら勝ちです。まあ止められないよな、よっこ、すごいキック力。さあエリカにかかっております。エリカ決めてくれ。ん、外れた。残念。さあサドンデスです。おっと、どうしたんだ橋場。さあチャンスです。彩香が決めたら勝ちです。決めた、優勝。やりました。2回目のジャパンカップ制覇。この日を待ってた、よくやった。チャンピオンです。女選手だけとなりましたからね。これでは女選手だけのチームとしては初なのかもしれません。毎超満員のスタンドにから声援を受けます。これなんかすごいチャンスだったんですが、キックに力がありません。後半7分に1回ワープします。これですね、クルミふわっと浮かせて、あの相手のキーパーを越えていったんですね。こういうとこ見事ですね、キーパーの上を越えていくループシュートでした。さあなのか、これは横っ飛び、これですよ。完全に守備がこちらの方に行った際に横ネイルが、横ネイル決められてしまいます。で、これは試合中タイムアップですね。キーパー出るのかな、出ないんだ。 PK 戦で、クラワカリバーズ勝利です。ボールの支配率を 55%、シュートもあの枠内含めてリードしてますからね。比較的あの戦いやすい相手だったとは思いますが、あのヒヤッとさせられました。と勝負強くなりましたねということです。
回目の優勝を制覇しました。もう3冠行きたいんですけど、ボーナスがもらえますね、あのジャパンカップ制覇で。おっと、クラブ成長、強豪クラブ予算規模アップ。ジャパンカップの賞金5000万獲得。すごいプラスになってんな。そのジャパンカップの分を除いても1億5000万のプラスですからね。チーム編成ですな。月が500万の大幅アップ。くるみ緑も500万で結構なあのギャラになりましたよね。これギャラ下がることないのか。増減って書いてるので下がることはあるんでしょうけどね。オファーはまだできないんで、しばらくはこれで様子を見るしかないです。というわけで、見事にジャパンカップを優勝することができました。監督成績これですよ。こそ N1 の優勝、4年目なんで狙っていきたいですよね。はい、これからストーブリーグ始まります。来年10年目になります。ぜひ応援よろしくお願いします。ポイントにはチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。あと80人ぐらいで、1000人達成いたします。1000人になりましたら収益化のチャンスも出てまいりますので、応援よろしくお願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ジャパンカップ2回目の制覇をお届けして、この動画終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうです。